江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、韓国国内の話題なんですけど、日本の、あ、違う、韓国の自称独立運動記念日に日本のウイスキーを安売りして愛国度が試されてしまう。おお、それでは聞いてみましょう。くーちゃんお願いします。ある大型マートが3一節の3月1日に合わせて日本ウイスキー割引イベントを予告し、論乱が起きている。29日、オンラインコミュニティなどによると、国内3大大型マートの一つである A マートは、最近、人気ウイスキーを割引して販売するイベントを始めた。問題になったのは、3月1日の割引品目だ。A マートは、この日、サントリー響きサントリーシュラス DR サントリー山の崎12年の日本ウイスキー3種を割引販売する。それぞれ14万9000ウォン、15万8000ウォン、31万5000ウォンで販売する。日本のウイスキー行事の日は、よりによって 3.1 節という点が論乱を呼んだ。3一節は、1919年3月1日、韓国が日本の植民統治に抵抗し、独立宣言書を発表し、韓国の独立意志を世界に知らせた日を記念する祝日だ。植民統治に抵抗した韓国の先祖を称える日に、国民に日本のウイスキーを買えと煽る格好なのだ。A マートは、3一節の翌日である、3月2日と3日にも割引行事を進行するが、この2日の行事品目には、日本ウイスキーが含まれなかった。ちょうど、3月1日にだけ、日本のウイスキーを販売し、その底を疑う声が高い。行事を企画した担当者が、概念がないのではないかという指摘も相次いでいる。あるネットユーザーは、2日、3日にも割引イベントをしながら、よりによって、1日に日本のウイスキーを割引するなんて、不買運動をしてこそ、正気に戻るのか、と批判した。また、別のネチズンも、顧客が購入をしなければ、幸福節や来年3一節には、あんな行事を企画する、愚かな反則は消えるのではないか、として同調した。歴史を忘れた民族に、未来はない。3一節の1日だけでも愛国心を持ってみてはどうかという意見もあった。試されてんだね。試されてる。国民に日本のウイスキーを買えと煽る。別に煽るのは自由だよ。試されてんだよ。買わなきゃいいだけじゃん、別に。はい、じゃあね、こちらに対して、韓国の反応行ってみましょう。響きだろ？山崎だろ？ああ、買わなきゃいいだけ。他の酒も割引販売しているのに、なぜよりにもよって3月1日に日本の酒を割引販売するのか、マーケティングチームは考慮できなかったのか。199-28、ユンソクヨルが親日だというから企業が周りの顔色を伺うものか、わら。記念日のスピーチでまた日本と和解しなければならないというはずなのに。20-12、翌日、その翌日も他のブランドはずっと割引するが、島国の酒は3月1日だけ割引するのか、これは意図的だね。私の考えでは、酒企業がその日だけプロモーションしたようで、マートが受け入れたようだが、ぼんやりと意図も確認せずに受け入れるから、マートもバカなんだ。15-1、3月2日あたりに売ればいいものを。7-1、割引も理解できるけど、31節の1日だけでも外せば、愛国企業のイメージがついて、たくさん売れたと思うのに。8-4、3.1 節だけでも日本製品割引してくれても誘惑に負けないで強く耐えろということか、わら。4-0、31節なら日本に行って靖国に火をつけるべきなのに。8-5、どうせ滅びる国の日本にたくさん旅行に行って日本製品をたくさん買って経済的属国にでもなる気か。6-4、はい、というね、意見でございました。それではですね、こちらに対して、あ、まだなんか言いたいことあるんですか。ああ、じゃあね、ちょっと聞いてみましょう。一人目。良い情報をありがとう。たくさん買わないと、わらわら、さん、に。買いに行こうぜ。サントリーファンなのに、教えてくれてサンキュー。やった、買いに行こう。1、2。それでは、3.1 節にはユニクロも買わない日なんですか。ふふ、1、2。割引してくれてるのに、文句言うなよ。1、2。はい。というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい。それではですね、一人目、上の方からいきますね。もちろん買ってないよな、わら。秒で終了するだろ。安く買えてよかったじゃん。
売りはウイスキーを大量に購入して人参マーケットで高額で売り出すにだ。もう我慢できないにだよ。いいじゃないか、本物が割引で手に入るとか。1日だけの愛国って何なの、薄っぺらいな、わら。ファンタジー歴史を信じ込みたくて必死なんだろうけど、そろそろ他国の記録に照らし合わせて正しい歴史を学んだ方がいいよ。お前ら金になりゃ何でもいいもんな。つかイギリスのウイスキー高いな、ジョニークロ 7.7 万ウォン、わらわら。ああ、そういえば他のウイスキーも売ってたな。これがあれね。はい。日本のこの山崎はどうなんですか？まあ、こんなもんなんですか？お値段は。3万円ぐらいなの？うん。まあ、ちょっと、お酒好きの方には、価値がわかると思うんですけど、どうだろうね。私は全然わからないんですけど。高い。何年ものかで大きくね、ちょいプレネになってる？ちょいプレネになってる？はい。まあ、こんな感じでしたね。じゃあ、ね、次行きましょう。普通に喜んで買うんでしょうよ。節操ないもんね。そんなに焼きもきするほど欲しいのか、わら。ねえ、本日、日本に遊びに来てる警告人のことはどう思ってるの？そりゃ、割引しても売れない日を選んで販売してるんじゃないか？お前らは、それでも金がかかってるから買いに行くだろ。ダブルスタンダードが得意だからな。独立運動を祝って飲む日本のウイスキーは最高にだ。これは、いやだからちょっと思ったのは逆に考えると、こう、3月1日に日本のウイスキーを飲め、日本を飲めっていう意味なのかな、なんてちょっと、考えたんですけどね。なんで次の日なら愛国心がつくの？どういう理論なの？わらわら結局安売りしてほしいだけじゃん、わら。今度は、どうせ滅びる国の日本っていう枕言葉を使い始めたのか？この中だと、ジェイムソンが一番安い酒だと思うけど、さらに安い謎のウイスキーの正体が気になる。けしからんから、本当は5本買うところを4本しか買ってやらないにだ。後でまた来たるにだ。山崎は何年ものかで大きく値段が変わるからな。はい。ということでね。それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひ、こちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。